ちゃん、お外行こう。お買い物行こう。ああ、おいでおいで。お買い物行こう。よいしょ、お口吐いて。待ちにして。はい、どうぞ。頑張ろうか。September 9, Double Ninth Festival. It's a day to wish long life to the chrysanthemum called Choyo no Sekku in Japan. Choyo means the odd numbers overlap. We celebrate the overlapping of the largest of the odd numbers 9. In ancient China, chrysanthemum was valued as a medicine for longevity. So in Japan, since the Nara period,Chrysanthemum viewing party have been held at the palaces and temples on September 9, when they are in full bloom. For the common people, it's a day to pray for good health by eating chestnut rice with the family as an autumn harvest festival. I've captured such a day on film today.お絵かきする？ペンネギ。うん、どうぞ。どこいい？ねえ、しーちゃん、おむつすごいよ、おむつ。おむつどこ？じゃあおむつ取ってきて。じゃあおむつ取ってきて。気持ちょうだい。ありがとう。ありがとう。じゃあおむつ変えようか。あ、これ空やな。じゃあここおむつ変えていい？うん。おむつ変えていい？ありがとう。よし変えようか。すっきりしよう。オッケーオッケー。すごいな。おむつ持ってこれたな。おむつないないしてきて。おむつないないして。うん、ありがとう、すーちゃんないないしてくれて。おしまいしたよ。
来た来た来た。メイナ来た来た。暑いね。眠かったんだから。もう寝なかった。Every lion brushes every tooth every day. すごいね。スーちゃんもパパもママもおじいちゃんおばあちゃんも元気で長生きできますようにっていう日やで。お祝いやな。できたー。わーっ。いくつ ?1,2,3,4,5。 そう、 1,2,3,4,5。 1,2,3,4,5。おやつにしましょ。ママも食べていい？ありがとう。ごちそうさした。食べた。はい。綺麗だな。そう。でここなんか入れてる？そう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 。ありがとう。パパなあ、パパやな。パパパパパパやな、スーちゃん。何時ぐらいに帰ってくる？今から6時前だと思う。6時前、うんうん、はい、オッケー。はい、じゃあね。バイバイ。はい、バイバイ。パパにバイバイして。パパ早く帰ってきてねって。はいよ。バイバイ。じゃあね。寝るの歌が聞こえてくるよ。ガガガガゲロ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 ワワワ。あとは、パパが6時ぐらいに帰ってくるって言ってた？うん。あ、おこぼあったかな。あ、カンマさんのやつ入れようか。パパーパパー。おこぼがないから、おだしのパック入れていただきます。ずっとそこで待ってます。ママ、タッチしてこっちおいで。元気にしてんの？偉いな、そこにしか書かへんねんな。
できる。おかえり、嬉しい。で、社長で。よし、おばあ。わあ、何持ってきてくれた。ありがとう。ありがとう。お風呂入ってきて。お風呂早く入ってきて。すっきりした。すっきりした。ご飯できたよ。あ、すっごいね。いいね。いいね。おいしそう。おナスの煮浸し。すーちゃんがお手伝いしてくれたキックな。昨日の晩ご飯の残り。角煮。ただこれマグロの作りと。クリア。うん、おいしそう。栗ご飯もおいしそうに炊けてるわ。ご飯と茶碗蒸し。オッケー。ちょっとお二人さん、このおもちゃを片付けしてきて。こんなとこに靴落ちてんねんけど。ここにフライパンも落ちてますよね。戻ってきて。よし。お片付けしたらご飯にしよう。よいしょ。頑張れ。急げ。見てこれ。ね。すごい綺麗。キク見たやろ。さっきスーちゃんと一緒に作ってんな。の折り紙の中にさ、さっきパパにメッセージ書いたはずで。いただきます。パすごいじゃん、かしこいかしこい。すっちゃん、ちょっと待って。あ、上手上手。一、うん、年後にこうやって自分でスプーン持って食べてるなんて信じられへんやんな。美味しい。まあ、お祝いの時じゃない普通の日常撮ってみようかなと思ってさ。着物ママなのに。やっぱりさ、お母さんやってるとさ、うん、お母さんってやっぱり根性論だけじゃ片付けられへんからさ、うん、どう思う？まあ、半々かな。半々、うん、それはなんで？着物ママだから着物を姿を見たいって人もいるし。そりゃそうやな。芸能人とは違うけど、ずっとそのカラーをずっと貫いてる人は貫いてる。そりゃそうやな、うん、まあ、でもさ、普通の主婦やしな。どうやろな。おいしい？まだ食べてんの？なんで美味しいか分かる？ナス。間違えた。ママが作ったから。ママの間違えてました。ナスじゃなかったから。ママの愛情が入ってるから美味しいね。もうご飯もゆっくり食べられへんやん。それがさ。ちょ、それスプーンじゃないから。そのゆっくり食べれないよ。20年したらさ。うん、スーちゃんが晩食に付き合ってくれてたらいいね。乾杯したいな、スーちゃんと。乾杯。乾杯したの。乾杯っつったのね。乾杯したの。乾杯しようよ。結構ずっと乾杯してきて。乾杯。パパ嬉しいな。パパちょっと。